マガノト会場、救急乗り切る。私アッコ、6歳の時にシャイニー車両の魔法ショーを見てから魔女になるのが夢だった。っていうか夢以上の宿命、もちろん知ってるよね、シャイニー。これお礼持ってきたんで、人数多い方がいいかなって。そうだよ、かっこいいでしょ。月山修くんだよね。私堀千恵、よろしくね。綺麗な花火だったわ。そうでしょ、ナイン。お二人とも、ナイスプレーでしたわ。今度ぜひデュエルに付き合ってください。安心してください。冷静になったら逃げますので、証言さんをお願いします。ちょっとお姉ちゃん、ちゃんと乗って。はい、お姉ちゃんと二人。空いてても座らないようにしてるんです。こうやってけなげな女子でいればいけるんじゃない。お母さんがナルのばあちゃんに線香をあげてこいって。今年も線香立てていい。わらわをここまで連れてきてくれた礼じゃ。気にするな、ただの安物じゃ。さ、治療しようか。後輩くん、頭の傷見せてみるがいいさ。アチキと弟子たちはそれを求め旅に出ようと思うのでありんす。今日はその挨拶に参ったのでありんす。ここから秋葉原までは45キロ、時速20キロで走ったとしても2時間、往復で4時間かかるんだよ。世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。